私が本当に予想以上に、皆さんが本当に満足してくださって、そして投稿で課題をね、出していただくんですけれども、そこのコメントとかもすごくもう、私を抜いて盛り上がっていて、なんか本当一つのチームみたいな、もうみんなで頑張ろう、みんなでなんかくびれ作ろうみたいなのが、本当お客様同士がコミュニケーションを取ってくれるようになったので、なんかすごく、見ていて嬉しかったですね。まあこれはそのチャレンジとしてコミュニティですよね。昨日のマスタークラスでもコミュニティってメンタル取るかの話をしましたけども、まあこのコミュニティがこう形成されて、まあ水野さんがリーダーとなって、そのみんながコミュニケーションを取れる場所、実践できる場所を提供することによって、ここで自走的にそのコミュニティが形成されていくというところ。まあこれもやっぱり一つのローンチの醍醐味というか、ローンチのパワーですよね。